太鼓、なぜそうまで討論会を拒否するんだ？中止になるまでは君も準備をしていたのだろう？リリ様、太鼓様は討論会がいざ始まるとなっておじけづいてしまったのですわよ。まあ無理もありませんけれど。不意打ちの開催になってしまったのは詫びよう。出たくないというのなら太鼓は無理に出なくても構わないから。ええ、私たちだけでも行いますから、太鼓様は皆さんと一緒に見ているだけでもいいですわよ。いい決断だ。それでこそ共に戦うライバルだな。うん、太鼓様の討論を聞くのを楽しみにしていますわ。皆さん、ごきげんよう。これから四方院学園生徒会長選挙恒例の討論会を始めたいと思います。皆さん、静粛に。ではまずは、この私、宿女同盟所属の土屋マナから始めさせていただきますわね。私が会長になった暁には、私としてはやはりこれからも四方院の伝統を守り伝えていく方向で進めていきたいと思っておりますの。
我が学園は歴史ある学園ですわ。中には開校当時からの希少な建物、小紫陵なども残されており、いくら便利だからといって安易に建て替えたりしては四方院の歴史の一部が失われてしまうのと同じことですわ。古き良きものを愛する、それこそが四方院学園のあるべき姿だと私は考えておりますの。皆さん、ご清聴ありがとうございました。良きものを愛してこそ誇り高き四方院学院の生徒ですわよ。ふっ、淑女同盟のお嬢様方が偉そうに、どんなに大きな声を上げてもユリ様には絶対に勝てないんだから。そうよそうよ、この学園を導くのはマナ様ではなくてユリ様だわ。太鼓、緊張しているのか？大丈夫だ。リラックスして私がやるようにすればいい。